こんにちは、マーキスの小泉です。今回はこれからの冬の時期、年末キャンペーンにおすすめのアイテムのご紹介です。冬にぴったりなあったかグッズ、乾燥対策グッズ、お風呂グッズなど世代問わず喜んでいただけるアイテムを6つご用意いたしました。美容師様はキャンペーンの目玉アイテム、福袋のアイテムとしてご参考にしてください。一般のお客様はこの動画を見て欲しくなった方は、ご自分の通われている美容室へお取り扱いがないかを聞いてみてください。まずあったかグッズ1つ目、毎年人気で即完売のアニマルエコ湯たんぽです。毎年本当に争奪戦で、早いもので1週間で完売してしまうぐらいの人気の湯たんぽのシリーズです。ちなみに今年2023年の新作のアイテムは、このグレーとベージュの猫ちゃんです。このふわふわ感と尻尾がとてもキュートです。可愛いだけじゃなくて実用性も良くて、お湯じゃなくて充電タイプなので、15分充電するとマックス8時間暖かさが持続するようになっています。寝る前に充電してお布団の中に入れておくと、一晩中ぬくぬくポカポカで寝れるのでおすすめです。ちなみにこんな感じのフットウォーマータイプもございます。湯たんぽは男女問わず喜んでいただけると思うのでおすすめです。次、乾燥対策グッズで2つ目、半重力デザイン加湿器、3つ目、ティティハンドクリーム、4つ目、モイサージュハンドクリームです。この加湿器不思議で、こんな感じで雫が昇っているように見えるんです。でも実際はそうでなくて、普通に上から下へ雫が流れている水に高速点滅する LED ライトが当たってそう見えているだけなんです。暗い部屋で使用するとさらに幻想的です。これから必需品となる加湿器、お部屋のインテリアにもなり、プレゼントとしてもおすすめです。ハンドクリームはどちらも持ち運びに便利なコンパクトサイズになっています。年末に感謝を込めてお礼の品であったり、年始のご挨拶としてお客様にお渡ししてもいいかなと思います。最後にお風呂グッズとして、5つ目、グリシャンプーブラシ、6つ目、ティーアップクレアシャンプーブラシです。グリはシリコンタイプで、見た目もこんな感じでとっても可愛いです。シャンプー時にも生え際、こめかみ、後ろからマッサージすることでシャンプーの泡立ちも良くなるし、頭皮もすっきりしておすすめです。ティーアップクレアシャンプーブラシは見た目はこんな感じで、シャンプートリートメントのすすぎの際に使用することで、頭皮についた汚れであったり皮脂、すすぎ残しをしっかり除いてくれます。ティーアップテラヘルツ作用とマッサージをすることによって、頭皮の血行が促進され、頭皮環境を良くしてくれます。こんな感じでブラシがしっかりしているので、シリコンだと硬さが物足りないっていう方はこちらがおすすめです。綺麗な髪のためには頭皮と髪をしっかり洗うことが大切です。シャンプーブラシですと指と違って髪に邪魔されずに頭皮に直接届きます。爪が長い人でもしっかり洗うことができるので、ネイルをしている方にもおすすめです。いかがでしたでしょうか。冬の時期におすすめのアイテムたちをまとめました。少しでも参考になれば嬉しいです。個人的にはエアコンだと喉が乾燥してしまうため、寝る時のこの湯たんぽとネイルを長持ちさせるためのシャンプーブラシがおすすめです。年末に向けて美容師様はお忙しくなってくるかと思いますが、お体にお気をつけてお過ごしください。最後までご覧いただきありがとうございました。